スペースシャトル計画。スペースシャトル計画は、アメリカ政府と NASA によって1981年から2011年にかけて行われた有人打ち上げ機計画。宇宙輸送システムとも呼ばれた。スペースシャトルは垂直に打ち上げられる機体の総称で、あり、オービタと呼ばれる航空機型の機体が再突入に利用される、搭乗部分である。4人から7人で運用でき、 8人までを収容可能で 22,700kg のベロードを低軌道まで輸送可能であった。宇宙でのミッションが完了すると制御システムを利用して軌道から外れ地球の大気圏に再突入した。着陸までオービタは軌道制御システムと動力を利用しグライダーのように飛行した。シャトルは同じ機体で打ち上げ軌道周回。 着陸を何度も行った唯一の再使用型有人宇宙を換機であった。ミッションでは国際宇宙ステーションのモジュールを含む大量のペイロードを様々な軌道に運び国際宇宙ステーションへの人員輸送ローテーションを担い修理ミッションが行われた。稀ではあるが衛星や他の宇宙機を軌道上で回復させたことや衛星を地上へ持ち帰ったこともある。特に ハップル宇宙望遠鏡は、シャトルの打ち上げによって5度にわたり補修されている。スペースシャトルの再使用部分の核となるオービタは100回使用、開始用10年運用を基準に設計された。開発は1960年代の後半からスタートし、1970年代から NASA の有人宇宙飛行計画の中心となり、1981年の4月12日に、 コロンビア号の STS-1 での初飛行によって開始された。その後チャレンジャー号爆発事故やコロンビア号空中分解事故での中断があったものの、シャトルミール計画、ISS 計画など宇宙への有人輸送の中心であり続けた。ビジョン4スペースエクスプロレーションによって、スペースシャトルは ISS の組み立て完了の2011年に合わせて引退することとなり、 2011年7月のアトランティス号による STS-135 での着陸によって締めくくられた。スペースシャトル計画は2011年8月31日に公式に終了した。NASA はシャトルをオリオン宇宙船に置き換えることを計画しているが、予算カットによって完全な形態での開発は疑われている。1969年のアポロ11号の 月面着陸以前から NASA はスペースシャトル設計の初期研究を始めていた。1969年、リチャード・ニクソン大統領は副大統領のスピロ・アグニューを議長としてお組織し、この組織はそれまでのシャトルの研究を査定し、スペースシャトル製造を含む国家宇宙戦略を推薦した。NASA から議会に提出された目標は NASA 以外にも国防総省、商用や 科学的利用者にも利用される宇宙へのより安上がりな手段を提供することであった。シャトル開発の準備段階では、シャトルデザインの能力、開発コスト、運用コストの最適なバランスについて大きな議論があった。最終的に再使用可能なオービタ、再使用可能な固体燃料ブースター、消耗型の外部タンクを利用する現在の設計が選ばれた。これは、 初期の完全再利用型の設計と比べより建設コストが安く、より必要技術の少ない設計となった。初期の設計では、大型の外部燃料タンクも含めて軌道まで運び、宇宙ステーションの一部として利用する計画があったが、この計画は予算問題や政治的配慮から中止となった。シャトル計画は1972年1月5日に公式に発表され、 ニクソン大統領が NASA が再使用型シャトルシステムを開発途中にあると公表した。1年に50機以上を打ち上げ、1ミッションあたりのコストを低下させることが見込まれた。計画の主契約企業はノースアメリカンであり、アポロ司令、機械船の製作を担当した企業である。固体燃料ブースターの契約企業はモートンチオコール、外部燃料タンクはマーティン・マリエッタ、 シャトルメインエンジンは、ロケットダインがそれぞれ契約を行った。最初のオービタは、コンスティテューション、コンスティチューションと名付けられる予定であったが、名前をエンタープライズに変える、よう、ホワイトハウスに求めるスタートレックファンによる大規模投賞キャンペーンが行われ、結果エンタープライズ、エンタープライズとなった。年月日、盛大なファンファーレの中、 エンタープライズのお披露目が行われた。後に、設計の最初の検証として滑空アプローチと着陸テストが行われ、いずれも無事に成功している。最初の完全機能版を帯びたは、コロンビアであり、カリフォルニア州、パームデールで製造された。1979年3月25日、ケネリ宇宙センターまで運ばれ、ユーリガ・ガーリンの人類初の宇宙飛行の20周年に、 当たる1981年4月12日に2名のクルーを乗せて初打ち上げが行われた。チャレンジャーは1982年7月に、ディスカバリーは1983年11月に、アトランティスは1985年4月にそれぞれケネデ宇宙センターに搬入されている。なお、チャレンジャーはもともと構造試験機であったが、同じく滑空。 着陸試験機のエンタープライズを改装した場合と比べてより安く改装できたことから実用機に改装されることになった。この時期には宇宙での有人実験のほか衛星の放出などが盛んに行われた。また、お利用したいの地図7市の宇宙遊泳、初の衛星回収、スペースラブを利用した宇宙での実験に加え、イーサのウルフメルボルトの宇宙飛行も行われた。 1984年の STS-41B からはミッションの名前の付け方も変更され本格的な循環利用に移行した。ディスカバリーは1985年だけで4回の飛行を行っている。1986年1月28日、STS-51L においてチャレンジャー号が打ち上げ73秒後に爆発し、 7名の飛行士全員が犠牲になる事故が発生した。乗員の中にはで宇宙へ行く最初の教師としてクリスタ・マコーリフが含まれており、NASATV などを通して生中継が行われていたために社会的に大きな騒動となった。事故調査のためにロナルド・レーガン大統領によってロジャース事故調査委員会が組織され墜落事故の原因を探ることとなった。 残骸の回収が大規模に行われ、史上最大規模の海上捜索が行われた。原因は当日の冷え込んだ気温による固体燃料ブースターのオーリングの破損であり、この破損から派生した破壊で SRB と外部燃料タンクが連鎖的に分解し、最終的にオビタを吹き飛ばしたものとされる。また、事故直後には乗員が生存していた可能性があることも判明した。 ロジャース委員会は以前から契約企業がオーリングが冷却下で破損される火星があることを指摘していたにもかかわらず NASA がこの報告を知り添けていたことまたシャトルの利用増加で打ち上げスケジュールが過密化してこれらを見逃す要因になっていたことなどを原因一端として指摘している事故以降シャトル打ち上げ計画は32ヶ月間にわたって中断されることとなり SRB の再設計ほか多くの改良が行われることになり、ミッション計画の再計画も行われた。NASA は当時スペースシャトル計画に非常に注力していたため、この事故をきっかけに NASA 全体の計画の練り直しが行われることになった。1988年9月29日、チャレンジャー事故後最初のミッション STS-26 が行われ、無事に成功した。なお、 失われたチャレンジャーに変えてエンデバーが製造され、1991年5月にケネディ宇宙センターに搬入され、翌年に初飛行を行っている。その後、シャトルは90年代初頭のシャトルミール計画や ISS 建設などに借り出され再び多数の飛行を行った。シャトルミール計画はアポロソユーズテスト計画以来となるベイロ共同での宇宙が遂行となり、 大量の物資輸送のためのシャトル用のモジュール、スペースハブが開発されている。また、アメリカのシャトルに、ロシア人宇宙飛行士が乗り込む光景も見られた。なお、コロンビアは旧型で重量が重く、軌道を合わせることができないために、シャトルミール用のミッションには参加できていない。シャトルミール計画に続く、ISS 計画では、プロトン系と共に、 ステーションの使用区画を輸送するための重要な輸送機として利用された。また、米ロ以外は有人宇宙飛行能力を持たないため、ロシア以外では唯一の人員輸送可能打ち上げ機であり、多数のクルーを輸送することにも向いていたため、イーサやジャクサの宇宙飛行士も乗せて多くの回数にわたって利用された。他国との協力も行われ、実験などを目的に、 各国の宇宙飛行士がシャトルに乗って宇宙に到達している。1992年の9月12日には日本がシャトルのスペースラブで実験を行うこととなり、モーリマモルが日本人として初めてシャトルに登場している。その後も多くの日本人宇宙飛行士がスペースシャトルを利用している。また、1993年12月には、 ハップル宇宙望遠鏡に対する修理、超寿命化を目的としたサービスミッションが行われている。老化したハードウェア交換により運用寿命を伸ばし、新型化学装置の導入によって科学的能力を増大させることを目的にして行われた。これ以降もハップルに対し4回にわたってサービスミッションを行っている。2003年2月1日。 STS-107 において、コロンビア号が再突入中、着陸のお,およそ16分前に分解する事故が発生し7名の飛行士が犠牲となった。再び事故調査委員会が組織され、打ち上げ時に外部燃料タンクから発砲断熱材でできたパイポットランプが剥離し、これがオービタの左翼に衝突、穴が開いたことが原因とされた。この事故では、 以前に同様に断熱材脱落が起きていたこと、技術人の懸念にもかかわらず、ミッションが中断されることなく続いたことが判明し、大きな問題とな。その後、バイポッドランプは必要性がないことから取り外される、などの回収措置が取られたが、剥離した断熱材が衝突する事故はその後も何度か発生している。この事故によって十九ヶ月間にわたってミッションが中断し、 モジュールを運べる唯一の大型機であるスペースシャトルの飛行停止によって建設中であった ISS の建築に大きな影響が発生し国際宇宙ステーションは最小限度のクルーである2名で運用され物資と人員の輸送はロシアの輸送船に頼ることとなった事故後初の打ち上げとなりリターントゥフライトと呼ばれた2005年の STS-114 は 類似した発砲断裂材が異なる部分から剥がれ落ちたものの、打ち上げに成功した。破片は大ビタにぶつかることがなかったために、シャトルは無事に着陸に成功している。2回目のリターン・トゥ・フライトミッションとなった STS-121 は2006年7月4日に打ち上げられた。より前に行われる予定であった2回の打ち上げは長引いた。 破天と車上近くの強風によって中止され、STS-121 はチーフエンジニアや安全担当の反対にもかからず行われた。外部燃料タンクの発泡断熱材の中の5インチの亀裂が懸念材料となっており、しかしながらミッション運用部は打ち上げスケジュールを整えた。このミッションは ISS のクルーを3人に増加させ、 スペースシャトルディスカバリーは2006年の7月17日にケネディ宇宙センターの15番滑走路に着陸した。コロンビア事故調査委員会は報告書の中で ISS に飛行するシャトルのクルーのリスクを低減するためにコロンビアのようなダメージをシャトルのオービタが受けて再突入が安全でない場合に ISS をクルーが救援を待つための避難所として利用できるとしている。 委員会は残りのフライトの間、シャトルの飛行はステーションのそばで行われるべきであるとしている。リターントフライトより前に NASA 長官のはコロンビア事故の前に計画されていたハップル宇宙望遠鏡の最終補修ミッションの実行するかどうかを排除して将来のシャトル飛行計画で ISS への飛行が行われると宣言していた。しかしながら実際は NASA の倉庫には 何百万ドルもの額のハップル望遠鏡のアップグレード用機材が準備され輸送を待つばかりであった。宇宙飛行士を含む多くの反対者は NASA にこのミッションを考え直すように求めたが、最初から指導部の立場は固まっていた。2006年の10月31日、NASA はアトランティスの5度目のハップル望遠鏡修理ミッションへの打ち上げが2008年8月28日に、 計画されていることを公表した。しかしながら、この計画のための緊急救援、打ち上げミッション STS-400 なども組み入れた、結果、SM4、STS-125 の打ち上げは2009年5月に伸びている。STS-121 の後、すべての後続ミッションは大きな問題を起こさずに完了され、ISS の建築も継続されている。 2007年8月の STS-118 のミッションの間、オービタは再び断熱材の断片に衝突しているが、このダメージはコロンビアが受けたダメージと比べればかなり小さいものであった。2005年9月から2008年の初めにかけて、シャトルの計画マネージャーはウェイン・ヘールであった。ヘールは NASA の戦略的パートナーシップの自責局長補となった。二千五年の十一月から、 ヘールの副官になったジョン・シャノンは後にシャトルの計画マネージャーとなっている。シャトル計画は2004年1月13日のジョージ・ W ・ブッシュ大統領のビジョン・フォース・ペースエクスプロレーション宣言によって2011年7月8日のアトランティスの打ち上げをもって終了するに命令された。シャトルの成功はコンスティレーション計画の RSI、RSV、オディオンなどに引き継がれる予定であった。 現在ではこの方針は改められ、民間打ち上げ企業のバックアップを強化することとなっている。NASA は当初ハップル宇宙望遠鏡を退役させた後、シャトルで帰還させ、スミソニアン博物館に展示する計画を持っていたが、後継機が開発されるまで、ハップル宇宙望遠鏡は宇宙で置いておかれるととなった。シャトルが退役した今、 ハッブルを地球にそのまま帰還させることができる。宇宙船も、その計画もなく、このため、ハッブル望遠鏡の地球への帰還は、現実味が薄くなっている。2008年8月18日に、NASA 幹部から送られたとされる、国際電子メールをリークした報道によると、NASA 長官のは、ブッシュ政権が2011年以降 ISS で、アメリカのクルーが参加するための実行可能な計を、 作っておらず、予算局と科学技術政策局は、シャトルの活動停止を試みていたという確信を、つている。この電子メールはグリフィンが、唯一の合理的な解決策は、シャトルの運用2010年以降に伸ばすことであると、暗示しているように見えたが、執行方針は強固であり、シャトルの退役延期はなく、この結果、早くとも、アレスアイ、 オディオンが運用されるようになる2014年まで、アメリカはクルー打ち上げ能力を持たないとされた。彼はブッシュが2008年の南オセチア紛争以降、ロシアの打ち上げ機を NASA のクルーのために購入することを政治的に実行可能か見ていないと指摘して、2009年に発足するであろう。新政権は2010年以降もシャトルの運用を延長することを望んでいる。しかしながら、 以前のスペースシャトル計画理事ののなさ、公式ブログによれば、2010年に中止が決定されているスペースシャトル計画は多くの特性部品と材料の契約がすでに終了しており、その多くがシャトル計画以外に販路を持たない中小企業であり、計画終了が伝わり始めると店を指名職員も退職している。結果、今からシャトル計画を伸ばすことは難しく、効果であり、 最低でも枯渇した特殊部品や物資が置き換えられるまでに少なくとも年単位のラグがあり、この期間は飛行が不可能である。雇用人材解雇による人材の損失は計画延長のためのもう一つの障害になっている。2008年9月7日、NASA はリークされた電子メールに関する声明を発表した。この中でグリフィンは以下のように発言している。 アメリカ合衆国会員のは HR4837 を導入し、これは宇宙法として知られる。この法令によってオリオン宇宙船への交換の準備ができるまで減額してシャトルの飛行を2010年以降も維持することができるようになった。これによって当時計画されたが許可されなかったアルファ時期分航機の ISS への打ち上げが可能になった。 2008年10月15日、ブッシュ大統領は2008年 NASA 受験法に調印し、NASA に資金を与えステーションへの科学実験器具輸送のための追加ミッションを加えた。この法律によって以前キャンセルされていたアルファ時期分光器を ISS に導入するためのミッション STS-134 の打ち上げが追加された。 2009年の4月に議会で NASA に対する25億ドルの追加の支出提供が決まり、当時スケジュールされていた2010年の退役時期を超えてスペースシャトルが飛行することが可能になった。NASA とホワイトハウスはもう1年の延長を求めたものの、これは通らなかった。また、STS-134 の緊急時に向けて、 STS-135 が準備されていたが、STS-134 が成功裏に終わったため最終機として打ち上げられることとなった。現在では実際の利用のために生産された5機のうち3機のオービタが残っており、すべてのオービタが退役して地上で保管されている。また、NASA は事故が起こった2機から回収された大規模貯蔵目録も維持している。 滑空実験機であったエンタープライズは多くの部品が他のオービタで利用するために取り外された。その後外観が修復され、国立航空宇宙博物館のスティーブン会、ウドバーヘイジーセンターに展示されていた。2011年9月14日、NASA は新しい打ち上げシステムとしてスペースローンチシステムが選ばれていることを公表し、この中でこれまで 以上の同宇宙に NASA の宇宙飛行士を送れるようにし、他の有人宇宙開発活動のための基礎を提供するとしている。スペースシャトルの開発初期、NASA は開発中に形状外を含め74億5000万ドルの費用がかかると試算しており、飛行1回あたりの予算は930万ドルに見積もられていた。 これらは2011年現在の価格に換算すると430億ドル、5300万ドル程度の期待である。初期のペイロード輸送のコスト見積もりでは、30トンの貨物を年間50回の打ち上げた場合、予定額は最も安い場合、低軌道に 1kg 当たり260ドル、現在価格に直すと1400ドルの価格予定であった。 2011年までのシャトル計画のコストはインフレ調整を加えて総額1960億ドルとされており当初予想をはるかに上回っている正確な形状外予算と一般予算の分析は入手が不可能であるが NASA によればシャトル打ち上げの平均コストは2011年度で見て1ミッションあたり4億5000万ドル程度である 2005年度の NASA の予算のうち30%の割合近い50億ドルがシャトルの運用に使用されており、2006年度には要求額が43億ドルに減額されている。このうち非打ち上げコストが計画予算のかなりの部分を占めており、例えば2004年度から2006年度にかけてはコロンビア事故の後で3回の飛行しか行っていないにもかかわらず、 NASA は130億ドルをシャトルプログラムに利用している。2009年度には NASA 予算は29億8000万ドルが5回の打ち上げ、計画に割り当てられており、4億9000万ドルが計画完了予算に10億3000万ドルが飛行、地上運用に使われており、14億6000万ドルがオービタ、エンジン、外部燃料タンクなどの修理といったフライトハードウェアに利用されている。 一回あたりの打ち上げコストは、シャトルと、その関連資材、関連施設、クルーのトレーニング、給与など計画中の総額を打ち上げ数で割った額で判断される。134ミッションで、総額はおおよそ1920億ドル、2010年、概算であり、ここから一回あたりの打ち上げに14.3億ドルが、かかっている計算になる。 シャトル計画の遂行のために645の施設が必要とされ、120万点の品目の機材が利用され、5000人以上の雇用が発生していた。機材の合計量は120億点を超え、シャトル関連設備は NASA の全施設の4分の1を超えていた。スペースシャトルへの商材供給企業は全米で1200を超える。スペースシャトル計画は、 このように裾野の広い産業であるが、NASA の移行計画では計画運用を2010年までとなっており、人材の他業務への移行や人員削減も2015年までに終わらせるとしている。この期間には、アレスアイ、オリオンだけでなく、アルタイル月面着陸船も開発中であり、順次そちらに移行するとされた。なお、現在ではこれらの計画は中断されており、 ヤナドのシャトル派生型打ち上げ機への移行が行われている。スペースシャトル計画は設計、コスト、運用、安全問題などへの批判に加え、予定額と実利目標の達成の失敗から非難されている。また、シャトル計画はアポロ計画から後退しているとの主張が存在する。シャトルは極めて危険であったが、それに比べ、 あるいはもしアポロが継続されていれば、1970年代以降に応用されていたであろうし、そうでなくとも数十年分の経験に相当する、新宇宙探査ができたとしている。チャレンジャー爆発事故とコロンビア号空中分解事故の後、公姿制となった議会は、事故調査委員会を招集し、両委員会は、シャトル計画と NASA の運営を非難し重大な欠点を報告している。 計画の反対もので最も有名なのはリチャード・ファインマンであり、ロジャース委員会の報告書において彼はシャトルの信頼性について述べており、NASA による運営を非難している。クローラートランスポーターはトシャトルをケネディ宇宙センター第39発射施設のスペースシャトル組立胸から発射点まで輸送した。 ボーイング747を改造したシャトル輸送機は2台が存在し、着陸地からケネディ宇宙センターへの輸送に使われるほか、シャトルの長距離輸送にも使われた。オービタ移動システムは36輪の移動トレーラーで、もともとカリフォルニアのバンデンバーグ空軍基地で、米空軍の打ち上げ施設のために作られたものである。これは、オービタを 着陸施設から打ち上げ施設へ移動可能にし、スペースシャトル組み立て棟、バブの別個の設備や、クローラートランスポーターの利用なしでの組み立てと、打ち上げを可能にした。バンデンバーグの施設閉鎖以前は、オービタの膠着装置、下部の車輪を利用して、オービタ整備施設、オーフから、組み立てとへ移動され、固体燃料補助ロケットや外部燃料タンクが取り付けられる木だけ起こされていた。 しかし、トレーラーの利用によって、膠着装置へ大きな振動をかけずに整備施設から、接合取り外し装置や、組み立て等へ、大びたを移動させることが可能になった。のう空港移動ラウンジは、宇宙飛行士を大びたの出口から輸送するために利用された。ラウンジに乗り込んだ後、宇宙飛行士はの居住部に戻る前に再突入の際に、利用される飛行服を脱ぎ、 椅子やベッドに移動し、医療チェックを行う。また、アストロバンが打ち上げ当日の宇宙飛行士の運用点検施設の居住部から車程への移動、着陸地点のクルー移動車両からの帰還にも利用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。